Amazon の IP アクセラレータープログラムでの商標登録に関するトレーニングにようこそ。 Amazon はブランドの商標登録手続きを行うことを推奨しています。そうすることでブランド名やロゴが知的財産権 IP として確立されるためです。商標登録はブランドが Amazon ブランドレジストリーに加入してその特典を利用するために満たすべき2つの基本要件のうちの1つでもあります。もう1つの要件はブランド名または商品や梱包材に恒久的に表記されるブランド名を含むロゴを用意することです。自分のブランドの商標登録を希望するもののどのように始めたらよいかわからないという販売事業者様には Amazon の IP アクセラレータープログラムがお役に立ちます。 IP アクセラレーターは Amazon が信頼する知的財産権の法律事務所のネットワークです。十分に審査されたこの法律サービスプロバイダーグループは質の高い商標サービスと知的財産権に関するその他のサポートを競争力のある料金で提供します。販売事業者様は IP アクセラレーターを利用してブランドの商標登録手続きを開始できます。商標登録の各段階をネットワーク内のプロバイダーがご案内します。また IP アクセラレーターは Amazon ブランドレジストリーにより早く加入する上でも役立ちます。商標が正式に発行されるのを待つ間に商標申請のシリアル番号を使用して登録できます。さらにブランドや他の Amazon サポートチームは IP アクセラレーターネットワークのプロバイダーと連携して IP に関する他の種類の問題についてのサポートや著作権または意匠特許の申請に関するサポートを受けたり法律事務所に協力してもらいブランド名の候補を調べたりすることもできます。また包括的なブランド保護戦略の策定を支援し知的紛争に巻き込まれた場合に調停人を務めてもらうことができるプロバイダーもいます。 IP アクセラレーターを通じたサービスにかかる料金はどれぐらいでしょうか。 IP アクセラレーター以外の法律事務所と同様料金はプロバイダーや提供されるサービスによって異なる場合がありますが Amazon は特定のサービスについて事前に交渉し可能な限り競争力のある料金を設定しています。こうしたサービスには日本の商標出願の申請や出願中の申請や登録について特許庁の記録で高度なブランド検索を行うことまた特許庁の記録や未登録の用途について包括的なブランドレビューを実施することなどが挙げられます。 IP アクセラレーターはどこで利用できますか。2023年1月現在当社のプロバイダーネットワークには米国、カナダ、メキシコ、英国、ヨーロッパ、オーストラリア、ブラジル、エジプト、日本、インド、サウジアラビア、シンガポール、トルコ、アラブ首長国連邦に拠点を置く法律事務所が所属しています。まもなく他の国にも拡大する予定です。IP アクセラレーターをご利用になる準備はできましたか？Amazon 販売事業者様であれば、関連するプロバイダーのリストに数クリックでアクセスできます。まず、brandservices.amazon.co.jp にアクセスします。ツールにマウスカーソルを合わせ、IP アクセラレーターをクリックします。IP アクセラレーターのページで開始するボタンをクリックすると、セラーセントラル内にサービスプロバイダーネットワークが表示されます。上部のドロップダウンメニューを必要に応じて変更し、サービスとして IP アクセラレーターを選択します。次に、サーチボタンをクリックして結果を更新します。左側のフィルターを使用して、プロバイダーのリストを絞り込むこともできます。選択したプロバイダーのカードをクリックします。次に、そのプロバイダーの情報を確認し、レビューをチェックしてリクエストを送信する場合はプロバイダーに連絡するボタンをクリックします。通常2営業日以内にプロバイダーから返信が届きます。 IP アクセラレーターでの商標登録に関するトレーニングはこれで終了です。商標登録手続きの詳細については出品大学の動画ブランドの商標を登録するをご覧ください。
Amazon にブランドを登録するための要件と手順について詳しく知りたい場合は、Amazon のブランド登録に関する動画もおすすめします。ご視聴ありがとうございました。Amazon への出品をお待ちしています。